私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて世界1位となり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストのハンマイワー先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。ですね、FX の投資のですね、投資方法ですね。こういうシグナルを使ってます。私が開発したですね、インジケーター、こうですね。方向を分析する、インジケーターっていう意味ですね。これを翻訳して、バージョン1.0なんですね。で、パラメータは、この数値ですね。5つぐらいから、ちょっと、自由にできるんですけども、大きくするほど、精度は上がるんですけれども、シグナルが、お、の、周期が大きくなってきますね。そういうことで、まあ、良し悪しなんですけども、で、この方向でシグナルが入ったときに投資します。で、シグナルが消えたところでやめます。ね。それだけですね。で、今回ちょっと遅れてるんですけど、2本打ちましたね。だから、これが来て、赤が来たところで打って、止まったところで打つですね。ここないですから。また入って、こっから打って、連続なんで、ずっと、ね。ここまでということですね。これもそうですね。ここまでですね。これもここまでですね。で、ここで、で、ここだ、出ないから、ここ断念ですね。で、このようにね、数カ国万能でね、行く先方向をね、正確に、超正確に方向を分析します。ちょうど流れをね、掴むときに最高ですね。まあ、ここのところの1個のときは、まあ、ここで出てないんで、もう、損切りしちゃうわけですね。次の日でね。次の日とか4時間でね。で、こうなってるわけですね。だから4時間4時間見ててね、損切りするかすぐわかるんで、ね。非常にわかりやすいですね。これ普通にこう見てた方がいいかな。このね、時価、数カ国ペアは出しておいた方がいいんです。というのは、計算されなくて、記録されないんですね。これだと、記録されてきますから、全部のね、使う数カ国ですね。22数からね。こういう具合ですね。これで4時間4時間ちょっと見ておいて、消えてたらやめるっていうことですね。そうやって稼ぐ。非常にね、負けやすくないってやつですね。ここのところ、シグナルが出て、ここで打ちますでしょ？ね。で、ここで出てないんでやめるわけですね。この幅、まあ損しちゃうけどね。そういう打ち方ですね。こんななってんですね。方向を探るインジケーターですね。これが一番いいんじゃないかな、今考えたのは簡単だね。この方向インジケーターは1000万円です。ね。方向インジケーター1000万円いたしますね。で、今ですね、どうなんでしょうかね。非常にね、損切りでね、大きく負けるってことはないんですね。矢印がついてなかったらもう停止しますということですね。方向インジケーターですね。出てきたら打ちますよということですね。
消えたらもうやめましょうということですね。これとね、私のはこのバイナリーオプションね、やってます、こっちの方とね、またこっちもね、バイナリーオプションやってますね。それでこちらの方ね、これはちょっと調整中でね、設定値どんぐらいがいいかということですね。まあ、これをちょっと大きくしておかないとわかんないんで、4時間単位ですね。まあ、これはここで勝ってればいいでしょうということですね。以上ですね。どうもありがとうございました。新しいインジケーターでした。